暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。私たちが生きていく上で食べ物をいただくことは不可欠です。食事をとることは空腹を満たしますが、心を豊かにする面もあります。それはみんなと共にする会食です。家族や友人、親しい人たちと何かお祝いをしながら食卓を囲むのは楽しく、そこに喜びがあります。私が今でも心に残っている食事会の思い出の一つを紹介したいと思います。外国旅行でパリに行った時でした。フランス人の友人がいる宿泊施設に3日ほど泊めてもらいました。ところがたまたま偶然にそこに留学中の日本人が滞在していたのですが、驚いたことにその人は私のよく知っている後輩でした。実は私自身、彼との人間関係はうまくいかなくって、衝突もし、いろいろと苦労した経験があるのです。もう7年以上会っていません。まさかこんなところで会うとは思いもよりませんでした。ところがそんなことはつゆ知らぬ友人は、久しぶりに会った日本人同士だからぜひ食事にでもと誘ったのです。正直言って気が進まなかったのですが、結局日本料理店に行くことになりました。料理は大変良かったのです。飲んだり食べたり喋ったりしているうちに、心は打ち解けて、彼の方が、いや松浦さん、お互いにいろいろありましたね、でも申し訳なかったっすよ、ご迷惑かけて、と言い出したのです。その時私はなんとなくあったわだかまりのようなものが完全になくなった気がしました。私も彼を理解しようと十分努力していなかったこと、自分の足らなかった点を痛く反省しました。楽しい会食のひとときでした。心の中に彼を受け入れることができたのです。心が軽くなりました。あの会食の機会を設定してくれた友人にも本当に感謝でした。新約聖書にイエスが多くの人と食事を共にしたと書かれています。みんなから咎められ後ろ指を刺されるような人々とも進んで食事を共にしました。このためイエスについて悪い噂が立ったくらいです。それは食事を共にすることが友情の印だったからです。さてイエスは水越祭というユダヤ人の大きな祭りに参加するため弟子たちを連れて都エルサレムに行きました。おそらく紀元33年の春だったろうとされます。そこでイエスは敵対者たちの企みによって捕らえられ、十字架にかけられて亡くなるわけですが、処刑される日の前日にイエスは自分の大切な友と呼ぶ12人の弟子たちと最後の夕食をしました。いわゆる最後の晩餐と言われるものです。それはエルサレム市内の家の2階の広間で杉越の食事というユダヤ人の伝統的な会食のやり方にのっとって行われたであろうと言われています。私の教会で聖書を学ぶグループがありますが、ユダヤ人の家族で行われる杉越の食事を一度模擬的に体験してみようということになり、いろんな本で調べてみて試しにやったことがあります。最後の晩餐もイメージできると思ったからです。聖書の記述通り、私たちはイーストを入れずに焼いたパン、子羊の肉、煮がな、ブドウ酒、
その他の料理も用意しました。取り仕切るのは一家の父親ということになっています。その役は私がすることになりました。食事には決まった順序があります。賛美の歌を歌えます。母親役の人がテーブルの上のろうそくをつけます。そして葡萄酒がつがれます。その後給仕が水とたらいを持ってきて、主人は手を洗うのです。ところがヨハネの福音書を読むと、この晩餐の席でイエスが席を立ち、手ぬぐいを腰に巻いて弟子たち一人一人の足を洗い始めたと書かれています。もしかしたら通常父親が手を洗うはずのこの時にイエスが弟子たち一人一人の足を洗っていったのかもしれません。足を洗うのは下男や召使いの仕事でした。弟子たちは驚いたでしょう。12人の足を洗い終わるとイエスは言いました。私があなた方にしたことがわかるか。あなた方は私を先生とか主とか呼ぶ。そのように言うのは正しい。私はそうである。ところで主であり師である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。人間は自分の弱さから周りの人を苦しめたり悲しませたり、妬みや憎しみに駆られて行動し、相手を傷つけてしまうことがたびたびあります。それらも広い心を持って許し合うように、互いを受け入れ使い合うものになりなさいということをイエスは教えたかったのではないでしょうか。さて、通常の吸い越しの食事は手を洗った後、宴の中心部に入っていきます。まず前菜として苦菜を祝福してから食べます。その後、ユダヤ人の先祖たちが救われたという聖書の伝える出来事を思い起こします。続いてメインコースに移ります。父親が種なしパンを裂きます。そして祝福の祈りを唱え、そのパンを一緒に食べます。最後の晩餐の時、ここでイエスは今までにない新しいことをしたとされています。パンを取って感謝してそれを裂き、これを取って食べよ、これはあなた方のために渡される私の体であると言われたのです。そして普通に食事をした後、再び葡萄酒が継がれます。この時イエスは葡萄酒の満ちた杯を取り、受けて飲みなさい、これは私の血である、これを私の記念として行いなさいと言いました。イエスがこの世を去ってからも、イエスを決して忘れないためにこの記念の食事を続けなさいと弟子たちに命じたのです。実はこの時一緒にいた12人の弟子のうち一人、イスカリオテのユダは銀貨30枚でイエスを敵に引き渡す手はずを密かに整えていたのでした。食事の後、イエスは弟子を連れて、そこから 1.3 キロほど離れたゲッセマネというところへ祈るために行きます。そしてそこで深夜やってきた兵士らによってイエスは捕らえられるのです。弟子たちはみんな恐れのあまりイエスを見捨てて一人残らず逃げてしまいます。そうなることをイエスは当初から分かっていました。ですからそれらをすべて承知の上でイエスは弟子たちと変わらぬ友情の印であるあの晩餐をしたということになります。人間の罪や弱さ、それらが暗い影を落とします。しかしそれらは何らイエスと弟子たちとの心の絆を損なうものではなかったのです。さて、カトリック教会では日曜日に礼拝の集会がありますが、それをミサと言います。
ミサの中で集まった信者たちは、このイエスの言葉に従って最後の晩餐の時の食事と同じことを行い、パンをいただくのです。イエスのことを忘れないようにするためです。私はカトリックの司祭ですが、司祭の務めはこのミサを司式することです。あの最後の夜、イエスがしたようにパンとブドウ酒を取り、感謝して祈りを捧げてみんなと分かち合います。このパンを食べるとき、私はキリストの尊い御体をいただき、神様の命に預かると信じております。そして特にこの時、あの晩餐の際にイエスが込めた思いや弟子たちにこれを託したその心が伝わってくるようにも感じます。そしてイエスは今も私たちを大切な友と呼んでくれるように思えるのです。今日はお互いの交わりを深める食事に始まり、イエスが弟子たちとした最後の晩餐に込められた意味を考えました。イエスはこの世における最後の時に遺言のようにして弟子たちに伝えたかったことが、あの食事に示されていたのです。それは、神様と私たちの絆は決して変わらないものであること。神様は私たちがつまずいても愛し続ける。神の望みは互いを許し合い、受け入れ合い、使い合うこと、こうして兄弟のように一つになることを望んでおられる、そのような意味があったということをお話しさせていただきました。主であり、死である私が、あなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。ヨハネ13章14節。この番組で放送されたシスター渡辺和子さんのキリストの香り、福田務神父のキリストの言葉、今井美佐子さんの普段着の信仰の DVD を販売しています。お申し込みお問い合わせは電話 075-211-9341、 または心の灯火ホームページからどうぞ。ファクシミリや E メールでも受け付けております。